はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。クレイト攻撃側やっていきましょう。そして、ね、トリプル XP ボーナスもありますので、しっかり経験値を稼いでいくという流れでできたらいいかなといった感じです。そしてね、確実に今現実逃避をしておりますけれども、なかなかね、後ろになかったな。持っていかれたな。持っていかれたのはまずいから取り返しましょう。あ、味方か。取り返しました、取り返しましたよ。ここは一旦抑えたか。他のとこ見に行った方がいいかもね。いやー、さすがね、ゲーム上のアップデートやあのロードマップの情報はもう情報が濃いゆえに多くて、なかなかね、はかどらんのですよ。編集がね、とりあえず半分くらいやりまして、この動画がこの動画が投稿される前後にはあのちゃんと作ってると思うんですけどもちょっとね、疲れたので一旦ね、今日の分の動画を撮りに行こうかなということで。味方か。危ないなこれ。とりあえず抑えてはいるか。きっちり抑えてはいる。拾われていないよね。1、2、3、OK。とりあえずは索敵しての、わー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 来てるんだよね、そこ。来てるよね、来てらっしゃるよね。 OK かな。2枚くらい取れたか。 OKOKOK、 いいよ。とりあえず撃たせない展開にはしてるけれども、まだ分からんな。まあね、最初は止めれたとしても、第2、第3とね、撃てるチャンスは盛りだくさん。撃てなかった。あれ？スキャンダーズを飛ばしたかったの？来ていない。抑え込んではいる。まだあれなのか？アカウントダウン始まんないのか？ ATM6 もうちょっと加速してほしいな。OK、カウントダウン始まった。ここもしっかり守ってますね。しょうか。撃たれたか。大丈夫か。とりあえず殺敵を飛ばして、一人いるね。一人おりますが、上に逃げなかった。今いるよね。一発撃たれたな。イオンディスラプターが使用された。ここか。ATM6 をレジスタンスの襲撃から守り通せ。戻ったな。上げるぞ。戻った。一人戻った。登れない。これどうやって登るの？あ、登れた。こっち側にだいぶ逃げたと思うんで今。まずい。何に残った？残ってない。味方ナイス。ごめん、自分だけ逃げちゃった。自分だけ逃げちゃいましたけれども。右運ばれてる、右運ばれてるよ。右運ばれてるぞ。じゃないな。右運ばれているね。この辺いそうな気がするが、この辺まだ潜んでるでしょう。いるね。倒してくれたかな。オッケー。敵もなかなか合間を縫ってきちんと撃ってくるんで、油断するとまずいですね。半分くらいまでは頑張れば減らせると思うから、まだ、あ、また落ちた。あれ見失っていく。しょっちゅう溝に引っかかっていく。来ているね。その辺結構いるっぽいね。放り込んでおくか。時間差で爆発するんで。おお、びっくりした。なんか近くにいなかった今。この辺いるな。できれば、馬。
ATST 見てたな、きちんと。ST きちんと視野が広いのはありがたい。ありがたいね。ST の視野広いね。両方押さえている。この右ちょっと打っておいて、右をちょっと見ておいてからの、逆だった。左を見てからの右だ。来るぞ。来ますぞ。投げ込んでおきましょう。でもあれ多分ロケトルっぽかったよね、今の。ロケトルは拾えないから。ベイダー暇そうだね。ベイダー今日。ベイダー今日。OK。その通りだ。やべえ、投げ込まれてる、投げ込まれてる。さすがにベイダーはレーダーに映ってますので。中にいるのかな？いるね、普通に。いや、ST がうまいな。ラインの上げ方が秀逸だね。まあ、このフェイズはゆっくりしてるってことだよね、ベイダー。スナイプされそうだな、この位置。いるんだけども。まずいな。撃たれてる。撃たれてるぞ。いや、ロケトル使いたいな。こちらからそーっと行くみたいなやつ通用するかな。ジャンプジャンプくるん、いけるか、いけるのか。敵を発見した、敵を発見した。なるほど、やっぱいるのね。そこはいるな。一人そこに見えたぞ。こちらには気づくまいて、てかもう大回りしてる間にベイダーが全部詰めている。ただ他のところが撃たれそうだね。他のところ撃たれそうだから、ちょっと登って潰しに行きたいね。うおお、そんな。ここはロケトル使っちゃいましょうか。ベイダー橋のところに出て、後ろ持たれてるのは気になるけれども、止めてはいるか。そこになんかいるんだよね。いるね。とりあえず一つ倒して、どこに何がいるかを撃たせない感じではあるか。ちょっと愚策かな、さすがに。ちょっとロケットが欲しいよね。後ろにいるか、後ろにいるのか。あ、さらに後ろにいるのか。さらに後ろにいましたね。ベイダーは戦闘中か。結構あれね、また強さのバランスというか、だいぶこちらの方が押せ押せの展開だな。まあ、ただね、それでも次攻撃を失礼、次攻撃をねミスってしまえば何が起こるか。なんかスナイパーめっちゃいるな、あっち。あっち行きたかったんだけどな、本当は。逆サイにするか。逆サイにしますか。そうだよね。とりあえず飛んでいきましょう。この辺とかいそうじゃない、もう潜んでいそうじゃない。いないね。バレたけど、やべ、全然当たんなかった。マジか、グズグズになったな。ベイダーのところ出たいか。ここかな、ここだな。ベイダー助けに行きたいね。倒して、まだいるか。
旦引こうか。一旦引きます。何食らった。保護色で見えないんだよな、結構結構保護色で見えんのだよな。内側はどんな感じなの。制圧部隊、ハンガーを抑えろ。あ、倒してるね。オッケー、助けに来てよ、ベイダー。現実逃避だからな。これ終わったら編集に戻らないと。これ終わったら編集に戻らないとな。うわーっと痛い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 。どこですか敵は。レジスタンスを交代させます。次は大丈夫か。ナイスですね。フィンも倒してるのでかい。イケイケだな、味方イケイケだな。とりあえずちゃんとこの息抜きでやっている中でも見せ場作れてよかったぞ。ベイダーを助けに受け取りで戻ってこれて。いけ、やりよるわい。もう私はさっさと裏まで回って打ちに行きたいな、コンソールを。これ誰にも気づかれてないパターンじゃないの俺の。誰に気づかれてないパターンじゃないの俺。コンソールがすごい減っているみたいな感じになんない。あ、気づかれたな。行きましょうか。ててだいぶ削れたんじゃないよだいぶ削れましたね。ベイダー卿ここか。いい感じで一番減ってるのが B か。あ、いいね、 B 詰めてってくれてるね。ありがてえありがてえわ。そして早えわ。ジェネレーターを停止させた。すげえ減るな。また突っ込んでいくからちょっと体力を回復したいんで。ジェネレーターは残り1機だ。無理があるかい無理があるかい。これはダメだな、強すぎて。味方強すぎてダメだね。じゃあ私が最後に祝福を。ああ、私が最後に祝福作戦が。まあ後ろもちょっと気づくの遅かったですしね。普通にあれだったかな、キャノン取っといて、ロケラン取っといて対応しながら、もうちょっと生き残って削ってもよかったな、逃げ回るんじゃなくて。どの道一体多数になるのは、しょうがないところだったんで、ちょっと味方が強すぎましたね。ちょっと味方が強すぎましたね。はい、というわけで、再び編集に戻りたいと思います。今回はここまで。まあまあ新情報の動画期待していてください。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。